タクやったらいけるな。タクトやったら全然いけるかも。痩せてないっすね。全然痩せてないっすよ。宇賀神選手とやんない。やんないっすね。陽一郎に一言ください。一言。無視やめて。いや、無視はしてないですよ。剣佑期待してると、ありがとうございます。頑張ります。浦和に入ってきた時みたいに、みたいな髪型も、ああ、いや、どうやろう、ちょっと徐々にするかもしんないっす。なんかなんで、まあちょっと切るっすけど、あそこまでは切らないっすね。いって、髪いじりすごいからな。確かに髪いじり、髪めっちゃいじってるかも。無意識やねんな、でもあれ。コラボね。コラボ、コラボって結構見たい、みんな。コラボ別にするつもりないけどな。オフがないみたいですけど、きついですか。まあ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 っすね。キャンプはでもいつもきついんで。一番仲いい選手はどなたですか。誰やろうな。岩波かな。この前吹田スタジアムにあったものです。腰痛いな。同じ帽子持ってます。武田選手に何の車買うんですか。いや、何も決めてないですけどね。で、俺が決めるんじゃないからね。ワックスでセットしたり。最近あんましないっすね、ワックスとか。短い時はジェルとか使ってましたけどね。コロナに怒ってください。だるいな、コロナ、ほんまに。同部屋いないんですよね。一人部屋なんですよ。宇賀のこと嫌いなの。全然嫌いじゃないですよ。好きですよ。ゲイに絶対モテるでしょ。どうなんやろ、分からん。ゲイあんま合わんもんな、ゲイの人と。関空ドラマ見てますよ。岩竹くんいなくなって寂しい。ちょっと寂しいですね。ロンドン五輪の時の剣佑。あ、マジっすか。ありがとうございます。ロンドンってもう何年前や。あれ9年前か。
ホテルの部屋、まあまあ広いっすね。監督の印象教えてください。監督の印象、いい人っすね。めっちゃちゃんと戦術もありますし、一人一人がこうハマったらすごい面白いサッカー見せるんじゃないかなと思います。焼けましたね。大阪で一番美味しいご飯屋さん教えてください。難しいな。いっぱいあるからな。どこやろ。何系とかにもよるけどね。BTS 聞きますか。なんか BTS は最近知って、なんかたまに聞いてますね。小泉選手のパス、小泉選手は両足でパス出せるんで、めちゃくちゃいい選手ですね。監督はフレンドリー、そうですね。フレンドリーというか距離も近いですし、こう結構コミュニケーション取るんで、ちょっとコメント全部読めないですけど。いらっしゃい、お疲れ様です。柏木さん生きてはりますか。はい、ちゃんと生きてますよ、陽介くん。人生で一番きつかったキャンプはユンさんの時ですか。どうやろう、キャンプいつが一番きつかったやろな。でもそうかも。カーフキック楽しみ、カーフキック楽しみにしてます。柏木選手の髪型は何が普通やけど。武田君に車買う話本当ですか。なんか勢いでそうなっちゃったみたいなんで、なんか俺も引くに引けず、なんかあいつ今日練習終わってからなんか俺に言ってきましたけどね。眠たなってきた。そのニット帽どこで買えますか。これ多分どこで買えんやろ。それナイキで買えると思いますよ。俺はなんかショップで買いました。薩摩集合。よしゃくん、またちょっと薩摩行きましょう。薩摩食べたいっすね。あ、薩摩美味しいっすよ。皆さん、薩摩って、焼肉屋なんですけど。怪我をしないイメージがありますが、体は、いや、強いんかな。怪我は確かにあんまりそんなしないっすね。まんまさん一
来ました。好きな車の車種なんですか？何やろ？レンジローバー、アストンマーティンとか。ボビー・オロゴンに会ったことはないっすね。ビビちゃん元気です。ヨニッチと連絡取ってないっすね。ヨニッチ移籍しましたね。本戦で欲しい。鳥取行ったことありますよ。鳥取行ったことありますよ。ヨニッチは中国じゃなかったっけ？平本蓮嫌いですか？好きです。そろそろ花粉の季節が、そうっすね。帰ったら多分花粉がやばいよな。杉本選手さっさと YouTube 更新してもらえない。新井翔太、今は千葉にいるキーパーなんですけど、なんかすげえ、いつも YouTube を更新しろしろって。うるさいんですよね。ソーザ元気じゃないですかね。シュート打たずパス選択するのやめていただきたい。やめます。48歳で結婚するんですか？どういうこと？48歳ちょっと遅すぎひん。俺も YouTube 見たいです。森田くん海外行きましたもんね。ちょ、 YouTube ちょっとね更新するわ。見ててくれてたんや。逆にそこにびっくりや。何のパーカー着てますか？ナイキです。コムドット見てますか？何それ、コムドットって。彼氏はいないですね。おやすみ、荒井。俺はもうそろそろ寝ようかな。ラフな服装、ナイキばっかり、そうですね、ナイキばっかりですね。ヤスの移籍についてどう思いますか？いや、いいんじゃないですか。何でも。まあどういう、俺もやすと喋ってないから分かんないですけど。キャンプ中は何？キャンプ中大体7時ぐらいですね。7時か7時前ぐらいですね。タケルと天心どちらが勝つ？あ、それめっちゃ、俺めっちゃ格闘技好きなんで。いや、マジでわかんないっすね。タケルと天心は、マジで。なんか俺、どっちが勝ってほしいとかも別にないし、
ただただ早く見たいっていう。どっち勝つやろな。マジでわからん。どうなんやろ。キャンプ中で歩けないですね。三品茶です。俺と格闘してください。全然いいっすよ。やりましょう格闘。格闘技面白いよな。俺結構 UFC 見るんでね。この前マクレガー負けたのマジでショックやったな。ファンサ再開したら去年のように2歳もちろんです。今年のセレスト強いと思いますけど、どうなんですかね。釣りしないですね。井上尚弥とかの試合も見ます。格闘技全般見ますね。レオナルドと宇賀神どっちが勝ちますか。分からん。どうやろう。いい勝負するんちゃう。ミクです。覚えてますか。覚えてるよ。プロレスはあんま見ないですね。藤原雄大君と話しましたか。そんな話してないかも。今年にありがとうございます。雷神見ましたよ。これからインスタライブを置く。いやあんまやらんかな。杉本健太は堀口みたいとか。3秒で負けるやろな多分。ケンユも岩波くんの子磯上って呼ばない。磯上とは呼んだことない。一番好きな格闘家はマクレガーっすね。コウジとは仲良し。コウジとは会ったことないですね。誰かといるんですか。いや今一人っすよ。ネットフリックスで何見てるか気になる。今ね何やったっけ、プライバシー戦争ってやつ見てます。もう見終わりますね。コウジと少し似てます。似てる？分からん。自分では分かれへんな。香水使ってないですね。全然なもん。おもろい。アイビアじゃないですね。明日試合なんでそろそろ寝ようかな。三品茶。沖縄って言ったら三品茶。陽一郎、タカ、ホタルと会ってましたね。あった。会いましたね。フォワード以外のポジションやる可能性ありますか。いや、わかんないですね。どうやろう。全然あるんじゃないですかね。今年頼ます。はい。標準語の人と喋るときでも関西弁で喋れますね。標準語あんま使えないですね。今年時計買いますか。いや
どうでしょうね。今度誰かとコラボします。一回髪は切ります。よいしょ。お風呂入って寝ます。またじゃあ今度誰かとコラボします。みんなまたじゃあ見てください。キャンプ中にあと1回はやります。